皆さんこんにちは。チャプターズブックストア書店主の森本萌乃です。皆さん2月が始まりましたが、いかがお過ごしでしょうか。チャプターズは毎月3日にオープンする月額のサブスクリプションオンライン書店になってます。毎月4冊の本を私たちが厳選してお届けするので、その中からお客様は1冊選ぶとお家で届いて、同じ本を読んだ人同士が同じ季節にビデオチャットで出会うという1冊の本1回の出会いをお届けする書店になっております。はい、で今月も始まりまして、2月は、チャプターズ早いもので3回目の2月を迎えます。で、思い返してみると1回目は講談社さんとコラボレーションをして、月光読書だっけ、違う、それ今月だ、夜空っていうテーマにしたんですよね。で、去年が思いを寄せるっていうテーマで、今月が月光読書、今年が月光読書になりました。なんか2月ってやっぱ寒くて、もう寒い、家の中にいたい、夜が長いみたいな、もう単純な思考で選書していくんですけど、なんかその中でいつも夜に読みたくなる本というか、夜を美しく描く本ってこんなにいっぱいあるんだなっていうことに毎年新鮮に驚きます。なので、まあ、私があんまりこう寒い季節が苦手なので、それもあって結構内向的な本を選びがちなんですけれども、今回も2月、夜が似合う、寝る前に少しずつ読み進めたいようなベッドサイドにぴったりの、小説をご用意したので、全部小説かな今回、皆さんぜひ、楽しんでほしいなと思います。私の近況をちょっと挟むと、最近電気毛布を2月から投入しまして、めちゃくちゃあったかいんですよ。で、暖房と電気ヒーターを切って、夜は電気毛布だけ眠れるようになったので、2月の電気代が楽しみです1月めっちゃ高かったの。だから2月は電気代安くなるといいなって思っていて、本当に今ね電気代がすごく楽しみですと。はい、電気毛布もね、合わせて皆さん読書にぴったりなんで、もしよかったら投入してみてください。はい、それでは、東西南北の順番で今回も2月の本のおすすめポイントをお話ししていければいいなと思います。東はこれは、長編ミステリーで、 YouTuber、BookTuber のまさきくんに選んでいただきました。で、まさきくんの YouTube 見たらすごい面白いんですけど、彼ミステリーが得意 で夜が似合う、なんかそういうミステリーというか好きなジャンルの本あるって聞いたら出してくれた本がまあ面白くて、これはもうすぐ決まりましたね。まさきくんにも、え、これやばいねとか言って、やばいですよねみたいな、なんか本当に面白い本ってそのなんかうまく感想が追いつかないっていう体験があると思うんですけど、まさにそういう体験をくれたミステリーで、話の展開も、トリックの作り方も、あとなんかこう読書のミステリーでなんかこう騙される感じ、え、みたいな、その体験も全てすごい詰まったエンタメだなと思って読み進めました。これはあんまりこうあらすじとか言えないんですけど、なんかネタバレになっちゃうんだよね、いろいろが。どんな人にいいかというと、まあ本当ミステリーが好きな方、あと今月長編行きたい人はこれいいんじゃないかな、結構面白いので。で、初めて選ぶ小説家さんで、でもミステリー小説としてすごく有名な方なので、新しい作家さん出会いたいという方もおすすめです、これあんまり説明できないな、ぜひ。はい、じゃあ次いきます。西、これは、私が選びました。なんか私好きそうだなって自分で読みながら読んで、私好きだなと思って読み終わりましたなんか私ね、夜空とか好きなんですよ。三軒茶屋星座館も去年一昨年か入れたりとか、まあ、そのかなり引っ張られた感じで、もし三軒茶屋星座館シリーズ好きな方いたら、もうこれ一択かなと思います。これは新卒で配属先がプラネタリウムになっちゃった男の子の成長物語です。で、プラネタリウムが大都会にあるんですよ。渋谷にあるプラネタリウムっていう設定で、その夜空に全然星が輝かない街にあるそのプラネタリウムという存在がとても美しくて、コントラストがいいなと読み進めて、本当に静かな物語なので夜にぴったりです。あとはこれおすすめするとしたら、結構ねお仕事小説的な側面があって、すっごい成長するんですよ主人公、なんか不自然なまでに成長するんで
なんかその彼の成長を見てちょっと春に向けて一応頑張るかみたいな、なんか今年の春から新生活とか新しい部署とか新しい生活、あと進級進学がある方とかはすごく元気もらえると思います。で、読みやすいですし、うん、プラネタリウムが好きな方もいいかなと思いまして、こっちも長編、今回長編2つかななんですけど、東ちょっと重そうだなと思ったら西がおすすめ、西ちょっと軽そうかなと思ったら東がおすすめって感じで選んでほしいなと思います。続いて南ですね。これは短編集、これクリエイティブ、今回鉛筆座さんという方に作っていただいたんですけど、めちゃくちゃ素敵にできたんで、ぜひイラストも一緒に楽しんでほしいなと思います。これこのまま初演にしたいぐらい、本当にタイトルにもぴったり当てはまるような初演で、すごく気に入っているイラストです。鉛筆座さんありがとうございます。で、これは結構数学的な話を用いて夜とか天文の美しさを語る小説、短編集なんですよね。なので宇宙とか、あと本当プラネタリウムとかも、なんかその天文学ってすごく理系の世界で、だからこそなんか美しいというか、理系のロマンってあるじゃないですか。なんかそういう世界観が好きだったり、お話が好きな方、なんかプラネタリウムとかで行って、ゼウスがどうとか、その星座の話を聞くよりも何億光年離れた星がうんぬんとか月がどうとかみたいな、そう天文学的な話が好きな人はもうこれすごいハマると思います。あとはなんかこれを読んで思うのが、眠れなくなる宇宙の話っていう、これ文庫じゃないんですけど、宇宙の超処方そして大ベストセラーみたいな、ノンフィクションの宇宙学入門があって、それにちょっと近いのかな、これそれが好きな方はこの物語も楽しめるかなと思いました。なのでもしこれ読んで面白かった方は、眠れなくなる宇宙の話もぜひ読んでもらえたらいい2月になるんじゃないかなと思います。しかもこれ私も大好きなブックチューバーの、ベルさんおすすめの作品ですので、その点も皆さん安心して選べるんじゃないかと。やっぱベルさんすごい丁寧に本読んでて、お会いするたびにやっぱ本に挟んでる付箋の数が半端ないんですよね。その読み込む力で、だからこそこうおすすめに力を、おすすめに熱と説得力があるというところが私も大好きなので、ベルさんファンはこれがいいかなと思います。はい、で最後がちょっと変化球で、今回月光読書夜空とか星とかにしたんですけど、星は星でもこれだけ、ちょっとグルメな、小説にしてみました。でこれも結構あらすじで分かっちゃうんですけど、ガイドブックとかグルメのサイトとかって星でお店を評価するじゃないですか。その星をつけるプロ、調査員っていうんですかね、のお話です。なのでこれ夜読むとお腹空いちゃうんだけど、やっぱこう夜ご飯のディナーってすごい夜が似合うシチュエーションなので、なんかそういったところでもいいのかなと思ったり、あとなんか2月ってもう外出たくなくなるんだけど、なんかちょっとお出かけしたくなったりするんで、なんかそれもいいかなと思いました。なんかねこれ3個続くんだけど、3章からなる連続中編小説なんですけど、1個目がめちゃくちゃもう高級フレンチとかで、確か2個目がねラーメンかな、3つ目がなんだっけ忘れちゃったんですけど、そのご飯のジャンルもすごい幅広くって、私これ読んだ次の日ラーメン食べたのすごい覚えてます。なのでお腹も空くから、みんな2月ちょっと食欲ないわとか元気欲しいわって方は、この変化球来たぜひ楽しんでほしいなと思います。はい、今回はあんまりこうチャプターズで結局4冊中1冊しかお客様に届かないので、あんまりバランス気にしないんですけど、今回超いいバランスで揃ったんで、なんか書店っぽいです、すごいなんかどれかは皆さんのどこかにハマるような作品になってると思いますので、クリエイティブと推薦文から皆さんの気になる一作選んでもらえたらと思います。で最後にチャプターズからお知らせが2つあります。1つ目が、今チャプターズではアンバサダーを募集してます。これは半年間チャプターズを無料で体験いただいて、で、半年後ぐらい秋冬をめどに、お顔出しでチャプターズを使った体験談とかお話ししてもらって、私がインタビューをやらせていただくので、ちょっとインタビューをさせていただけるような方を
女性で2、30代独身限定で募集してます。でチャプターズは読書を久しぶりに再開する方とか全然本読まない方にこそぜひ楽しんでもらいたいサービスになっているので、なんか読書好きとかじゃない子が、じゃあこの機会にただなら本読んでみようかなと思って始めたらうっかり読書にハマってしまったみたいな半年のビフォーアフターをね、あの願望としてはぜひ聞きたいなと思うので、本が好きじゃない方もう全然ウェルカムですので、ぜひご興味あったら、募集してもらいたいなと思います。私も同世代の、あのお客様とお話しできるのすごい楽しみですし、あの率直な感想がチャプターズの改善、これからの改革にも生かされていくので、ぜひ一緒に盛り上げてもらえたらと思います。そしてもう一つが、今月チャプターズはインスタグラムでフォトコンテストを開催します。でチャプターズの本とか書影を、書影出しちゃダメですよ、ブックカバーをこう撮って、あと読んでる風景とかね、でハッシュタグチャプターズ書店つけてうんぬんってこうチャプターズを投稿してもらえると、あの素敵な商品が当たるっていうキャンペーンもやるので、なんかねインスタに上がんないんですよチャプターズ。ちょっとおしゃれに作ったインスタ系サービスにしたつもりなんですけど全然上がんない。なのでインスタ頑張りたいなと思って、あの素敵なお写真撮れる方ぜひ応募待ってます。インスタがね、インスタもっと伸ばしたいと思ってて、ちょっと助けてほしいなと思います。はい、そんな感じで2月も寒いですがチャプターズ一生懸命素敵な本届けていきたいと思います。今月はちょっとまだお見せできないんですけど、すっごい可愛いしおりもついてきて、今スタッフの中でもすごい話題というか大満足の出来なので、皆さんお届けを楽しみに待ってもらえたらと思います。それではチャプターズ読書一緒に楽しみましょう。失礼します。